平らし系のハエドリカミ、数多くの飛翔性昆虫を一毛打尽にした状態。平らし系のハエドリカミ、透明タイプ。ハエドリ、リボン、リボン型のハエドリカミ、数多くのハエを捕らえた状態。ハエドリ、リボンバエドリカミとは、ハエを取るために誘引剤を含む粘着性物質を塗った紙。なお、漢字、ハエには、旧字体、ハエがあるため、すべての熟字は2種類ある。 害虫駆除用品の一種。また、古来の日本語で言うところの、ハエトリ、ハエトリの一種。英語では、フライプイパーという。中国語では、この他、様々な名称で呼ばれる。あくまでハエを駆除対象とするが、実際には小型飛翔性昆虫を区別なく捉える。否定的言い回しをするなら、害虫以外も捉えてしまう。世界には、 タイラッシの形状のものをはじめとして様々なハエ、ドリカミがある。日本では、ハエトリ、リボン、リボンハエトリとも呼ばれるリボン状の吊り下げタイプが開発されて以降、このタイプがハエドリカミの形状として独占的なものとなった。英語では、フライリボンと呼ぶ、このタイプは、天井など高所から広い空間に垂れ下がるように吊るす、ことで、そういった場所に泊まりたがる。 希少性昆虫の習性を利用して捉える。主に、ロジンと油などを原料とする粘着性の強い粘性を持った液体がシートに塗布されており、これに接触した昆虫など小動物がベタベタ粘りつくことで捉えられる。これは、いわゆる接着ではないため、揮発性の高い溶剤が乾くことで固化しないようになっており、 おおむね塗布された液体の面が出ている限りは対象を捉えることができるが、大抵はある程度の期間が経ったら新しいものに交換される。日本で最もよく普及したのは、カモイ加工師が1930年に発明した天井吊り下げタイプである。それまで海外で使用されていたタイプは、平らし状の粘着、誘引シートを設置するだけという素朴なものであった。 吊り下げタイプは海外にも大量に輸出されている。その多くでは一つのパッケージに何本かがセットになっており、数箇所に同時に設置したり、定期的に交換されるかへとして利用される。このタイプは高さ8センチメートル程度の紙筒に入ったテープを引き出して使用する。テープ先端には画鋲が取り付けられている製品もあり、これを天井やカモイなどに挿して固定する。 近年ではシートタイプやスティックタイプも参見されるようになった。古典的な製品ではあるが、基本的に殺虫剤成分を含まないため、食品を取り扱う事業所などでよく使われる。日本では製造会社の商品名であるリボンハイトリやハエドリリボンがそのまま通称として用いられることも多かった。かつてはハエドリ紙にはヒ素が使われており、 水に浸すとヒ素を抽出できることから、フレデリック・セドンやフローレンス・メーブリックといった毒殺者が使用したことでも知られている。強い粘着力を持つため、人や動物が誤って触れると容易に取れなくなるので、注意が必要である。また、風が吹き抜ける場所では、ホコリや白図などのゴミが付着して機能が早期に低下することにも留意しなければならない。設置場所を通る、 小動物をすべて捕獲するトラップであるために動物症の調査に使える。生態学的研究に利用される場合がある。例えば目的の場所にぶら下げると、そこを通る昆虫をその高さ別に採集できる。池の水面に設置したところ、アメンボが意外に水面より少し上で捕まるのが多かった、などという例もある。カモイカ公司株式会社は、 1923年創業の日本企業で日本初のハエ取り紙としてタイラシタイプを創業時から製造販売している。1930年には吊り下げレボーン型を開発、発売している。その他メーカーは小林製薬、島田商事等がある。季語、季題としてのハエ取り紙、ハエ取り紙、ハエ取り紙、ハエ取り紙は夏の季語である。ハエ、ハエを、 おやきごとする数ある古希語の一つ。税制における、ハエ取り紙の理論とは、ハエ取り紙の持つ、最初に触れた場所にくっついて離れないという特徴を、地方政府に入った補助金が住民に還元されることもなく、財政支出という形で最初に入った、地方政府という場所に張り付いて離れないことや、税負担というものが直接課税対象から少しも、 離れない考えられないことに例えることにより、地方政府の構造的問題を揶揄して指摘する理論である。アメリカ映画、フライペーパー。史上最低の銀行強盗は、フライペーパーを題名とする。ありがとうございます。